立浪監督、3年間指揮を取ったドラゴンズの監督として、うん、東京ドームに集まったドラゴンズファンに感謝の挨拶を伝えます。いいですね、永遠のミスタードラゴンズ。ライトスタンド、ジャイアンツファンからも大きな拍手です。3年間指揮を取り、思うような成績は残せなかったかもしれませんが、立浪監督が一つまた次のドラゴンズに思いを託した、あるいは今日のスターティングメンバー、ベンチ入りメンバーだったかもしれません。今立浪コールが起こってますよ。あ、場内、はい、一斉に立浪コールです、はい、これ聞いてください、たまんないですよ。ジャイアンツファンも一緒になってやってますよ。今一度立浪監督がグラウンドに出てきまして、東京ドーム一体となった立浪コールに応えました。